てくださってありがとうございます。むざびってありがとう、かわいこはきありがとう、はるか私だよって、やっほーありがとうございます。かわいこはきありがとう、こんばんは、沼にはまりに来ましたってありがとう。沼から抜けられるために来ましたってどういうことだ。むざびってありがとう、鼻水グズグズなの。ねえ、ね、同じなんだけどさ、ね、原因なんだと思いますか。これ花粉、もう花粉終わりましたよ。え、終わった、これ風邪ひきました、これもしかして私、ね、同じ原因を、原因が不明。カレー食べながら見てますってありがとう。公演終わりですってね、終わったので、あの始めました。むさびってありがとう、かわいこはきありがとう、むさびってありがとう。多さなの、そうなの、なんかくしゃみが止まらないんですよ今日ね、くしゃみが止まらなくて鼻がムズムズする、もう 毎回ね、誰か噂してるでしょ、誰かね、多分はるちゃんの噂をしてると思います、噂話してる。だってあれだもん、なんか今日だけで10回以上くしゃみしてる、なんでだろうね。花粉ある、ヒノキの花粉があるでしょって、花粉症かよね。あ、無理はしてない、あの体調は全然平気なんです、あの違う、あのくしゃみとか止まらないだけなんですよ、黄砂っていうの。めっちゃなんか誰か騒いでる、噂誰だね。だから薬を飲みます。ハックチョン、はるちゃんこんばんはって、こんばんはんです。俺が噂してるんか、あめっちゃ噂してるじゃん、はいって、噂のはるちゃん、みんながみんながあれですね、噂をしてるから私あのいつも以上にくしゃみが出るっていうわけですか。くしゃみのプロですねってくしゃみが止まらない、本当に止まらんよ、なんかもうずっとね鼻がムズムズしてるんですよ。ちんちゃんこんばんはって、あこんばんは、俺が噂してたの、あそうなん、マジかい、うん、こんばんは、遊びに来たよってありがとう。はるかちゃんが、あはるかちゃん可愛すぎて無理って話友達にしてたって、あその話でくしゃみしてたのかな。じゃあこんばんは、可愛い子発見ありがとう、え黄砂の影響なのこれ、ね、可愛い子発見ありがとうございます。俺と会えてないからだよ多分って、多分それもあるかもしれない、うん、道広でイズン弾いてたから噂しましたってなんでバレてんの、え今日でしょ、えバレちゃった、えなんで、えマジ、え上に出てきたの、上に出てきた系ですか、やだなちょっと恥ずかしいな、俺の噂してもいいよってね、じゃあなんかね噂話しよう。かわいこ発見ありがとう、配信中にくしゃみね、わかんないけどなんかもう 毎回あの鼻がやばい、くしゃみ出るかもしれない、
チョン先生こんばんは、あこんばんは、沼にハマりに行きましたって、ありがとう。中国あたりの砂漠から飛んでくる砂が黄砂なの？え、飛んできてるの？なんか外出ても分かんないんだよね。最近気になってるせいかなって。え、嬉しいですね、ありがとうございます。それは嬉しいですね。ブザビタありがとうね。上に出てくるからか、ね、流れてきちゃったっていうわけですか。なんか気まずいですね。チュノスケは十分落ちるから俺にイズンを分けてくれっていやーなんかね、いやそんな強くないんですよ。私も最近負けるようになってきてしまいまして、だから頑張って強くさせてるんですよ。ハルちゃん、ね、ハクチュン先生、あうまい、くしゃみがうまいね。今日はサッカー見てラーメン部が紹介した心でラーメン食べてきたよって。あ、そうなんだ、ね、いいね。昼公園行ってきたって、お、いいですね。ハルチは DMM で見てました。ウザビタありがとう。可愛いくしゃみだったら OK ですって。いや可愛くないくしゃみでもいいでしょうね。ハルちゃんの家の上に花粉巻いてきました、あ、巻いてきましたってね、やだね、だからだ、くしゃみが止まらないの。今日は外出ました、外出した。で外出たからか分かんないんですけど、分かんないけど雨降りましたね。ね、私が外出たせいかもしれないけど、外出たんですよ。なんか最近ご飯を食べに、メンバーとねご飯を食べに行くことが多くて、今日写真を撮ってきたのでメールに載せようと思った。美味しかったです。こうさ、タクラマカン砂漠からゴビ砂漠を越えてくるのよって。なんかそれ、なんか授業で習った単語だけどさ、もう何が何だか分かんなくなってきた。かわいく発見ありがとう。今日10回以上回したのに何も出なかったって。嘘ね、たまにある。私もさ、なんかめっちゃ貯めてガチャを回して本当に何も出なかった時、本当に悔しすぎてちくしょうってなってる。沼にハマりに来ました、ありがとう。ブザビタありがとう。こんばんは。赤ちゃんもあんな初出演になったらあんなに風にいじってもらえるのかなって。なんかもうちょっと MC 鍛えないとなって思いますね。なんか私語彙力がないから全然、ね、頑張ります。語彙力強化期間ですね、頑張ろう。今日傘持ってなくて困ったんだけど、はるかちゃんのせいだったのかって私も傘持ってなくてびちょびちょになりましたね。あ、でもフードかぶったらあんまり平気だったんですけどね、フードかぶったら平気だったんだけど、でもなんかちょっとね湿気でやられてしまいました髪は。来週のオフライン千葉から参加するよ、よろしくねって。ありがとうございます。楽しみ浪川です ね、メール待機ってね、ぜひぜひ。メンバーと食事に呼んでください、はるちゃんの代わりにって。なんだよねね、はるちゃんも行きたいぜ。可愛い子だっけ、ありがとう。三期生ツイッター、はるちゃんの番になったら食べに行った時の写真あげて出て。それはどうしようかな。ていうか三期生ツイッターって今誰の番なんだろうか。私もうすぐかな、
今日誰だ、今日誰の番なんだろう。30回連続回して特賞出ない、あ出てない、俺もいるのでまだ甘いって、すごい30回連続か、厳しい。可愛く入ってありがとう。チュンチュンは滑りで買わせるねえ、滑りで買わせちゃうのか、いけちゃう。もっちゃん頑張ったねって、もっちゃんねすごかった、ね、シューターガチャで推しが出ないがはるちゃんの缶バッチはトレードでバッチシって、ありがとうございます、嬉しいですね。びちょびちょお揃い界隈になれたからよかったって、風邪ひかないように気をつけてね。ね、自分にも言いたいけど、多分私はちょっと丸々だから風邪ひかないんですけどね、気をつけてください、風邪ひかないように。こんばんは、あ昨日リリカ様なの、あそうなの、じゃあ私もうすぐか、やばい、わかんない、私今日私今日誰だ、待って、今日誰かちょっと今あれですね、ちょっと調べれば、今日ツイッター誰の日だ、ツイッター、待って、どこに書いてある、ツイッターの、私、名前順じゃないんだよね、名前順、あ名前順かな、あメアボ順、今日相撲じゃね、なんかたま名前順じゃない時もあるけど、11、今日相撲じゃない、いやなんかね、たまに名前名簿順じゃないんだよ、あ11以降名簿順って書いてあるわ、っていうことは今日スモだ、やばスモ絶対忘れてるじゃん、スモちゃんツイッターの日だよってね、スモちゃん忘れてないかもしれないけど一応送っとくわ、ね、忘れてるか分かんないけどね、ちょっとおせっかいなところもあるかもしれないけどツイッターの日だよって言っとく、ね、昨日リリカ様だよね、じゃあスモかな、ね、こんばんは、カレー食べ終わったからはるちゃん洗い物よろしくって、いや自分の洗い物もねまだしてないのでちょっと無理ですかね、洗い物はちょっと嫌いです私は、清掃だから風邪ひかないんですね、あそうですね、そう健康だから風邪ひかないんですよ、そうみんなよくわかってるじゃん、私が言いたいことわかってるじゃないですか、ねえ、でたまに名簿順じゃなくなるけど11日のゆきちゃんから名簿順ってなってたから、ゆきちゃんしすすいずなつき杉本萌え鈴木リリカハセスモモだ、今日スモだ、そうだね、明日が私ですね、いや何乗せようね、 1×2×3×4×5×6×7×8×9×0 はいくつって0だ、これは私めっちゃ好きな計算です ねえ、すもちゃん来るかな、
ね、わかんない、どうだろうね。こんばんは、先週日曜日は横浜の関係でポキさんだったって。あ、そうなんですよ、なんかそういうね告知関連のことがあると変わる日があります。あと学生の方がいると、あの交代になるか、あの時もある。はるちゃんは明日ですね、こんばんは。あのみんな忘れてたら教えてください。あ、やばい、くしゃみ、くしゃみ、あ、出る、出そうで出ない、くしゃみ、やばい、よし止めた。さすが、こんばんは、正解ってありがとう。うんね、ちょっとね、ちょっとくしゃみ出そうだったら、あの頭振ればくしゃみ止まります、はるちゃんの体。うん。こんばんは、明日お社会もあってはるかちゃんツイッター単独は湧いたって、え、嬉しい、湧いた、明日オンラインで教えようかってね、忘れてたらね教えてください。即答で正解とかなんか変なもの作ったかって、いや、あの中学1年生からの問題があのできないだけで、小学校の問題は私できます。あの小学校の時はあの勉強好きすぎてドリルをめっちゃやってた人間なんですよ。あの可愛かったんですよドリルが。中学校になってからさ、なんかさそういうワーク的なものがさ本当に可愛くなくなっちゃったじゃないですか。それで何もしなくなったらもう無理になっただけで、もともと勉強はねあの好きだったんですよ昔は。あのさ私リラックマンのドリルを使う、あのドリルだったんですよ。めちゃめちゃ可愛くてめっちゃあの解きまくってたんですよリラックマンのドリル、算数と漢字だけね。だからなんか昔はできても今はもう今の中学校から以降はもう分かんないね。可愛い子発見ありがとうね、出袖なしそうでしないキスみたいに言わんでもろってってバレちゃった。春祭りの担当大鳥になっちゃったねってね、びっくりしちゃった。私あの次引かれると思ってたんですよ。なんか木本がなかなか引かれないって言ってて、で私も全然引かれなくてね、木本が大鳥かと思ったら私だったね、くしゃみの止め方ね、可愛く拝見ありがとうね、出足者ですかね。はるちゃん白山神社の春祭り行ってないですね、可愛い子発見ありがとう。くしゃみは止めれます私、でも止めた後が大変なんですよ。ちょっと時間経った時に連発しちゃうんですよ、ね、出そうで出ないあなたのくしゃみはもう替え歌になっちゃう、やばい、最近やばい本当に、もう鼻がもうやばい、くしゃみ止める荒技です。これがチュン先生こんばんは、最高に良かったですってね、ありがとうございますね。あのチュン先生の役をやらせていただいたあの南川遥香と申します。あのやっぱりあのなんか台本はなかったんですよあれ、でもなんかあらすじ的なものはあって、ほぼアドリブだったんですよあれって。であのチュン先生めっちゃ褒められて嬉しいですね。私のちょっとあの私の笑い能力というかね、
嬉しいですね。あのほぼアドリブな状態、あの状況の中、はるちゃんめっちゃ褒められて嬉しいですね。やっぱり私が3期生の、お笑い担当はやりたくないけど、うん、まあお笑い担当になってしまったかな。いや冗談です、私清楚系だからね、清楚で、あの綺麗でね、そういうあの何もできない女の子だけど、昨日はめちゃめちゃ面白かったって言われてとても嬉しかったですね。返信にも書いてくださった方がいて、有賀みなみかわです。でオンラインのオフショットツイッターにあげるのもいいねって。確かに。こんばんは、可愛い子発見ありがとう。俺の時は小学校でも普通のドリルだからやる気湧かなかったよって。あ、そうなの？私の時リラックマとが書いてあった。春か祭りだから、あ、春祭りだからって意識高すぎん音って。確かにね、大鳥一番面白いんだろうなって、楽しみだなって。やばい、逃げようかな、一回逃げちゃおうかな。もうなんか大鳥なんか難しそう、落ち担当って。もうやばい、もう逃げます。私一回逃げるわ、冗談だけど。ちょっと冬眠しようかな今から。ちょっと、できなかった冬眠をしようかな。ね、ちょっとハードル上がっていってて、ちょっとね、やばい。はるちゃんカエラの美しいバージョン笑ったって。あ、本当ですか、嬉しいですね。完全にはるかむらスタイルだったのねって、そんな感じですね。うん、今何時だ、24分だった。まだまだいける。謎のポーズ、あのポーズも全部あの考えました。全部あの考えて、あの角度とかも調節してね、頑張りました。お笑いできる清楚綺麗系でいきましょうって。わかりました、で、そうしましょう。あ、セクシー系じゃないですね、あの綺麗系ですね、私。なんか目が変わった？変わってないか。ポキさんの投稿のおかげで清楚な白ワンピーナッちゃんの画像を見れましたって。いいね、そういえばね。あ、中先生の授業俺も受けたいって。あ、わかりました。じゃあちょっとあの公園で、公園のミニコーナーぐらいでみんなに立ってもらって、ちょっと中先生コーナーやろうかな。いや冗談だけど。で、うん、こんばんはです、ブザビタありがとう。大鳥は5000人がかかってるよってね。ちょっとやばいよ、無理だよ、はるかには無理だよ、ね、もう春ですよって。春ですね。冬眠できなかったから、今から冬眠。明日オンラインですね。こんばんは、一応予定では22時までの予定だと思ってます。うん、22時、私何時までにしてたっけ。あ、22時。可愛い子発見ありがとう。4月の個別生写真、あー、勝
ってくださったんですか、ありがとうございます。ね、すごい、これは何コーデって言うんでしたっけ、なんかすごいね、可愛かった服が。大谷さんもびっくりな四刀流くらいないですかね、劇場公演でねちょっと指導したいですね、皆さんスタイルが本当に美しいって、ありがとうございます、嬉しい。杉本かわいこ発見ありがとう、こんばんは。ミニコーナーといえばハリちゃんの全力ドラえもん良かったよって、ありがとう、あなたならできますって、ちょっとみんなに指導していきたいですね。お洋服似合ってて良きだねって、ありがとう、嬉しい。ポーズするたびに10人ずつフォロワー増えるからってすごいな。あと何ポーズすればいいんだそれは。ポッポ焼き食べたいね、私もなんかさ夏休みに食べてそれ以降食べたことなくてさ、おっぱ焼き食べたい。ねえ、南川 YDK はるかですね、フレンチガーリー、あ、そんな感じだった気がする、確か。こんばんは、あ、こんばんちゃんです、来てくださってありがとう、かわいこ発見ありがとう。ね、あのポーズね、スモちゃんやると思わなかったからさ、本当にびっくりした私、ね、やってくれると思ってなくて、あのゆきちゃんもなんですけどね、あのやってくれると思わなくてアドリブでね、一緒にやりましょうとか言ったけどね、本当にびっくりしちゃったね、二人もさキレッキレにやってくれてさありがとうみたいな、ね、びっくりしちゃいました。かわいこ発見ありがとう。しおつんの生女子はるちゃん、あ、厚底を履いてるからめっちゃ身長高くなったんじゃって、あ、多分、あ、確かになりましたかもしれない。ね、株式会社ハルーラ、カホーラ、チュンラって、え、私も仲間に入れてくださってる、ありがとうございます。ね、スモちゃん押せる、スモちゃん押せるわ、ね、こんばんは。ね、本家声はちょっと嫌だね。そういえばさ、あのね、すごい嬉しいことがありまして、あの MC の MC ね、あのすごいマシモさんにね、私褒められてすごい嬉しい、 MC 面白いって言ってくださって、もうこれからも MC 頑張ろうって思いましたね、本当にもうありがたき、嬉しかった、可愛く発見ありがとう。ねえ、ね、スモちゃんね結構私といる時ね、ああいう感じですねいつも、ね、それはありがたきお言葉って、もう、ね、もうあれですね、もう 滑ってもいいからちょっと MC 頑張ってみようって、ちょっとやってみようみたいな、うん、思いましたね、うん、はるちゃんのリアクションも面白いよって、え、ありがとう、嬉しいね、あ、それもね、あのマシモさんにあの言っていただけましたね、リアクションもすごい良かったって、ファンとして誇らしいってえ、ありがとう、ね、何事もチャレンジ YDK
やればできる子はるかちゃん、これからも一生懸命頑張ります。全力ハルチューの時は笑えるって、ね、嬉しいです ね。滑りは恐れてないんですけど、私あの最近は全然恐れなくなってきました。なんか全力でやれば、全力でやればなんかちょっと笑ってくれるだろうって信じてるから、みんなが、うん、ね、みんなにね、頭いいキャラでしょって言ったのに、あのペンライトでバッテンされたことは全然忘れてないんですけど、みんなに清楚でしょって言った時に、あのペンライトでバッテンされたこともあの全然忘れてないんですけど、うん、でもみんなが笑ってくれるからね、頑張ろうと思いますね。本当にありがとうございます。ぜひあの、はるちゃんの滑り芸劇場で見に来てください。ね、ブザービートありがとうございます。ね、こういうキャラ絶対に必要ですからねって、ありがとう。なんか照れるな、ね、滑る時も全力で滑るから見ててとても心地よいって。待って、やだ、何全力で滑るって。ね、そんなことないよ、うん、多分ね、忘れない、念にも、あ、念に、忘れないけど念には持ってないです、大丈夫。最後大きい声出せばいいよって、ね、ちょっと滑ったらじゃあ大きな声出しときます。可愛い子発見ありがとう。ね、全然あの念に持ってはないけどね、本当にありがとうございます。みんなありがとう。滑り芸って言わないでくださいね、清楚って出したりね、出したりしてないのでって、めっちゃ出してる気がする。そのうちは見かけるよ、よく。前の、あ、前に配信でやってた全力ゴロ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 、あ、ゴロ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 もめっちゃ面白かったって。え、ありがとう。で、劇場ね、ぜひあのお暇な時遊びに来てください。待ってます。まだ滑ってるところ見たことないから見てみたいって。あ、本当ですか。え、なるほど。いや、じゃあ私滑ってないかもしれない。反射で罰するのはよくなんとか自覚はしてる、自覚済みでした。滑らないはるちゃんはただのはるちゃんって確かに、ね、自分は客観視できててどうすればいいかも考えてる、やっぱ大人だなって。え、な、え、何今日、え、今日ははるちゃんを褒める回なんですか、これもしかして。え、これもしかしてはるちゃんを褒める回なの、これ。全力で楽しみ、全力で楽しみ、全力で滑る、それがハルチュ、俺は好きだよって。え、待って、全力で滑るって、ダメ、そんなこと言ったら。私滑ったことないですよ、実は。あの、滑ったことないんですよ。ねえねえ、そういえばさ、ね、アイラインがさ消えてた、消え、ちょっとメイク道具を、よし、メイク道具を取ってきた。日曜日お暇なので公演してくださいって、いや、私は決められないですね、公演日は。
く公園入りたくてしょうがないってね。え、公園ね、いいね公園、ぜひ来てください。推しに甘いのでワイは罰しない。え、ありがとうございます。でも推しなのかな。今さすごい目がやばい。はるちゃんを埋める回、褒める回じゃなかった。18日までなの、教えてくれてありがとう。鼻がまだまだむず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 、チュンチュン甘やかしたい、ありがとうございます。俺瞬間的に罰できる瞬発力が俺も欲しいぜって、いらないよそんなの、必要ないぜ。可愛い子発見ありがとうございます。新潟の雪道ね、冬の道めっちゃ滑りました。めっちゃ転びましたね。もう公園もう4ヶ月入れてない、予定合わなすぎてって。ぜひまた来てください、はるちゃん待ってる。滑るというか全力で何というかねって、なんだろう、お見送りの時にラーメンつけ麺僕イケメンと振られたら、ハルチは私担々麺と返してねっていや私あれラーメンつけ麺僕イケメンってやる側だったんですよね。まあいいか、私の担々麺って、担々麺の方初めて。沼にハマりに行きましたって、ありがとうございます。ね、滑り芸を披露しても温かい目で見守りましょうねって、え、ありがとうございます、ね、そろそろ3期生の公演見に行こうかなって、あ、ぜひ待ってます。で仕事から帰宅、こんばんちゅんって、あ、こんばんちゅんです、来てくださってありがとうございます。え、どこにあざできなかったって、どこだ、お口にあざ、なんか今日目の調子悪いかもしれん。え、なんか変な風になっちゃった。え、え、治った、なにこれ、目撫でるとどっか二重幅がどっか行くんだけどさ、ゴールデンウィーク公演あるかな、わかんない、どうなんだろう。やる側です、こんばんは、今日も可愛いなってありがとう。タンタメンポーズ大塚パイセンに教わろうって、あ、わかりました。こんばんは、チュンのおしさえ振るねって、ありがとうございます、嬉しいね。来週会おうなってね、ぜひ会おうね。3日くらい前から言ってる、ね、なんか体調が悪いと目の調子悪くなる、ね、体調悪いというか花粉症で鼻がやられてますね、はるちゃん。それだけでなんか目もやられました。謎ですよね、一緒に目もやられた。目どこね、ケツ、あ、お尻、お尻、なんでなんでだろう。この前の平日公演直前までミニコーナーの告知なかったからミニコーナー見れて得した気分でしたって、え、ありがとうございます。
ね、確かにゴールデンウィークのフェス早くメンバー出ないかなってね。どうだろう、ね、目かゆい、めっちゃやばい、花粉症だわ絶対、これ絶対花粉のせいだ。可愛く発見ありがとう、ね、担々麺 T シャツ欲しいです、ね、欲しい、めっちゃ欲しい。あれオフライン撮ったから今から楽しみにしてるんだって、ありがとう、これ読んだっけ、ありがとうございます。ゴールデンウィークの全力で田植えなのでイベント公演ともパスだわ、すまんって、あ全然大丈夫、私チュンにやられてますって、ね、ありがとうございます、それは嬉しい。昨日春祭りスイスイ体調不良だったよみたいだけど大丈夫かなって。で最近ね、あのスイスイちゃんとね、あの連絡取ってて、体調大丈夫かいって言って、大丈夫だよって帰ってきてるので多分大丈夫な気がする。クロフェスが楽しみすぎて普通にオフラインの存在忘れてたって忘れないでくれ、うん、ね、忘れないでくれだよね。オフラインもクロフェスもめちゃめちゃ楽しみで生きてるんだから。俺ははるちゃんの可愛さにハートがやられてますって、え大丈夫、ね、雪で転んで尻にあざって、あそういうことですか、ね、あのあざはできてなかったですけど頭打って頭は良くなりました。多分タンタメ T シャツ欲しいのななみに言っとくよって、えどういうこと、え再販ないかな、ね、再販希望です。黄砂来てるから目をこすると大変なことになるから気をつけてって、え待ってそれ先に言ってくださいよ、やばいやばいよ、目かいちゃったよ、物もらいになるかな。最高の土日になる予感しかしないって、確かに、4月20日ね公演なっちゃいないの寂しいってね、寂しい、私も寂しい、うん、クロフェスが舞台の千秋楽とダダかぶりと言って、あそうなの、オーマイガーだ、ミニコーナーこれからも続けてほしいって、ね、多分続けられると思いますね、多分続くと思う、分かんない、オフライン楽しみに来てるって、ありがとう、私もめっちゃ楽しみ、ね、そういえばオフライン買ったんだったってね、忘れないで、ね、ありがとうございます、久しぶりに会えるの嬉しいですね、大丈夫だ、あ大丈夫だ、あ大丈夫だよで返す半分は大丈夫じゃないって、ね、頭はねそれ以上悪くならないよねって、いや悪くなりますね、あの人間はね、あの勉強はあれですね、人間は勉強をすぐ忘れちゃうから、頭の中ですぐどっか行っちゃうので、だからすぐ忘れます、うん、もう勉強はできないです、こさ、うん、なくても基本的には目こすっちゃダメってね、こさ確かに確かに確かに、でも目こすっちゃってる、もう花粉症並みに目かこすっちゃってるんだけどね、頭が良くなりましたね、うん、そういうことにしておこうってなんやねん、
三期生チュのチュしか見てません今のところって。ねえ、じゃあずっとそうしててください。ねえ、担々麺 T シャツ、そうだよね、ななみさんのデザインの T シャツ。ミニコーナーね。あ、でもミニコーナー、私ミニコーナーやったことないんですよね。私まだはるちゃんじゃない、前回はアシスタントをやったので、私まだミニコーナーじゃないんですよ。だからやったことないから、次私いつミニコーナー来るかなってドキドキですよね。ね、物販もしたいですね。みんなとお話ししたい。ね、ね、本当に鼻詰まってきた。やばいよ。一つ覚えたら一つ忘れるのが人間というものって、確かにね。私も物もらい何回もなったことある、ね、え、6人の配信通知ですか。先輩がやったのかな、誰だろう。20日やるのかな、え、わかんない。ミニコーナー誰がやるのかわかんないですね。やばい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 、自分の配信画面を見ちゃった。配信止めるところだった今、間違えた。20日かな、分かんない。本編まだだよね、ぜひ入りたいってね。次は私はいつなの。物販頼もうって、ね、物販行きたいですってちょっと言っとこうかな。ミニコーナーそろそろかな。ね、農業も行ったことなくてね、ちょっと早く行ってみたい。20日だと取りこぼしてしまうって、確かに。リバイバル公演終わりに楽屋でみんな配信するからって。あ、6人の方がやってるんですか今日。そうなの。なんかこれか。本当だ、みんな配信してますね。皆さん、ね、こんばんは、来てくださってありがとうございます。農業部の洋服は決まってるのって、え、わかんないです。私農業行ったことないんでわかんない。動ける格好じゃないですか多分、わかんない。土日に、あ、土曜日にパーティー公演してほしいなってね。パーティーいつだろう次は。おいしい、めっちゃおいしいね。リバイバル公演デビューかね、待っててください。春が来てほしい、公園に行くよって、え、ありがとう、嬉しい。南川ね、みゆみゆさん、大声さん、かえりさん、りかさん、さやさん、ひのさん、ゆはがやってる、ゆはやってたね。今日は一人でどうした、もつさん
農業の衣装ってオーバーオールじゃなかったっけって。いやそれは多分ちっちゃいもんクラブさんの方じゃないですか。さっき違かった気がする。むざみてありがとう、かわいこはっきありがとう。今日今はファンタオレンジ飲んでる。ファンタオレンジ、なんか今日体は暑いな、なんか今暑いわ。今あ全然違います、カーペットつけててお尻が暑い、体が暑いカーペットつけてたから暑いんですよ、熱じゃないごめんめっちゃごめん、今語弊が生まれる言葉言ったな、確かに今体が熱いなって、違う違う、ね、すいませんすいませんごめんカーペットのせいで暑いですね、ごめんごめん、全然体調は全然大丈夫なので私は、ね、かわいこ発見ありがとう。2期生公演終わってなんか食べてるって、え、なんだろう、いいねいいね、勘弁してくださいってごめんごめん、ね、今写真見たら普通にジーンズにパーカーだったって、え、だよね、じゃあ動きやすい格好じゃないですか多分、ね、そりゃ暑いわよ姉さんってごめん、ね、ちょっと変ちょっと語弊が生まれる言葉を言ってしまいましてすみません。でホットプレートで焼かれるはるちゃんって、ホットプレートで焼かれちゃったのかな、確かになんか焼かれた気分になりましたね。ちょっとブザビートありがとうございます、焼かれた気分になってた。サーティワンのアイス食べてんの、いいね、私もちょっと食べたい、今アイス食べたいな。ラポルト予選の時にハルちゃんが着てた黄色チェックシャツ、ジャガイモの時にユハちゃんが着てたって、あ、本当？あれは借り物なので、ね、いいね。焼きハルちゃんって美味しいのって、焼きハルちゃんは美味しくないと思いますね。差し入れかな、わかんない、ね、くしゃみ出そうで出ない。あ、ゆではるちゃんの方が好き、ね、私もね焼きはるちゃんよりゆでる方が好きかもしれない。ラーメンつけ麺僕はるちゃんってなんで、ね、こんばんは、ゆでてほしいってことですかって、やだな、それもちょっとやだな、茹でないでほしい、炒めはるちゅんでって、あ、炒めてくれるんですか、ありがとうございます。本当に出そうで出ないくしゃみ、ね、はるちゃん煮ても焼いても生でもうまいって待って、食べたことあったん、ね、浅漬けはるちゅん、え、ちょっとつけてくれ、ありがとう、つけてくれて、こんばんちゅんです、来てくださってありがとうございます、ね、ありがとう、ね、はるかちゃんの素材そのものを生かしたい、え、ありがとう、なんかそんなことを言ってくださるなんてとても嬉しい南川です。
刻みはるちゃんもうあれもう刻んでくれてありがとう。で調理法の話だけどねってそういう話だよね。21時58分です延長しますかって、いやーどうしようかな。悩むね。もう少ししたら車で千葉に向かいますって、あ、いいですね。で千葉うざびたありがとう。申請してないですねまだ。高校生だったらもうすぐ強制終了でしたね。確かに、え、今日何もないかな、大丈夫かな、待って、今日は15日じゃん。なんかあるなら無理なんだよね。まだ大丈夫そうね。じゃあ少しだけ延長するわね。メールも書かないといけないので延長少し延長します。わーい、わーい、わーい。ね、メールだけお忘れなくってありがとう。ね、最近ね、寝てたらメールの時間終わっちゃうんですよね。やばい。明日はおしゃべり会が朝でしたよね。私のおしゃべり会。うん、あ、でもこれ夜できるんじゃない私ね。夜じゃん、明日は夜ですね。はるちゃん癒しの時間延長ありがとうなってあ、こちらこそです。唐揚げくんの誕生日なの今日。ありがとうございます、教えてくださって。アディショナルタイム、わーい、なんかちょうだいって延長万歳やったーって。30分くらい延長します。あ、2部からです、あの明日は。なので多分夜配信になりそうですね明日で。寝坊はしないように気をつけます、頑張る。こんばんは、今日メールまだ遅れてない。最近睡眠起きる時間が遅いんですよね。起きたらなんかいつの間にかお昼になってる。寝坊しないようにねって気をつけるね。明日はなんかありましたっけ。明日はゆきちゃんのラジオと、ラジオだけかな。ってことは21時くらいですかね。うん、21時か22時。出かける用事あるけど夜までには帰ってくるねって。ありがとう、ね、楽しんで生きてね。お風呂行けなくてごめんなって。あ、全然大丈夫ですよ、うん、
見れる時間で嬉しみなみかわですって。あ、こちらこそ嬉しみなみかわです。こんばんは。他のメンバーと被らないようにするはるちゃんは偉いですって。いや、そんなことないですね。こんばんは、来てくださってありがとうございます。最近はさ、なんか1時間配信しかやってないからさ、本当になんか新鮮ですね。1時間半以上新鮮なので熱測ろう。ブザビートありがとうございます。こんばんは。この体温計、なんか体温計、待って、熱あったらどうしようって、やばいやばい、熱、ね、熱あったら、あの興奮しすぎて熱あったらもう配信を止めるわ。全然熱なかった、大丈夫です、ね、全然熱なかったです。これでもし38度とか言ってたらやばいよね。冗談です、あのないです。36度ね。ブザビートありがとう。先日のオンライン会買ったことそのものを忘れてて不参加。何をやってるんだかってね、え、何やってんだか、ね、大丈夫かい。ね、忘れちゃうよね。私もね、最近忘れっぽいんですよね。なんか買い物行こうとして買い物に出かけたのに、そのものを買わなくて、買おうと思ってたものを買わなくて家に帰ってきちゃうことが多いんですよね。熱あったらなかったことにしてくださいってね、そうします。あ、一瞬で熱測れるやつかも。なんか20秒で測れる。一瞬じゃないかもしれない。ね、ブザミタありがとう。最近、はるかちゃんへの熱が39度くらいまで上がってるよって。大丈夫か、なんか心配です。はるかちゃん心配。39度ってもう高熱じゃないですか。高熱だよ、あるあるですかね。もう買い物な、何しに買いに来たんだって思うくらい忘れる。リマインドのメール来るし、ギリギリ気づけるの。リマインドのメールか。え、私もそういうさ、あれなんかメモとか必要なのかなって思って、なんかちゃんとメモをね、あの手書きで書いて、よし出かけるぞって思って出かけたら、そのメモを家に忘れるんですよ。なんかもう無理だった。なんか携帯のメモを使うようにします、これからは。こんばんは、ね、自転車で買い物行って歩いて帰ってきたことあるの？え、私もあります。あの自転車で買い物行ったのに歩いて帰ってきたりすることはもうありますね。私も経験済み。オンラインに関しては申し込んでれば来るしって。あ、そうなんだ。メモをスマホにするようにします。車で買い物に行って駐車場のどこに停めたか分からなくなったことあるって。え、それはね、それもあるあるじゃないですか、うん、うん、多分それはあるあるかもしれん。なんか私も家族でさ、お父さんの車でさ、お出かけして、駐車場どこに停めたか家族全員で分かんなくなったことはあります。メモしたこと忘れないようにし、あ、ね、しなきゃね。確かにね、
それは、うん、うん、でもそれ忘れそうだな。お財布を忘れたことはないですよねって、あ、お財布はあの家に置いてきたことならありますね。あの最近はなくなったんですけど、昔ねめっちゃあの財布を忘れてあの外出てしまったっていうのはありますね。スマホにメモしてスマホを忘れるとかって、スマホを忘れたことあまりないので、だ大丈夫な気がする。スマホにあのスマホにメモするのは多分大丈夫な気がします。うん、よね、多分。こんばんはね、ハタはまだ小さいからねって、一人でお使いはまだ無理だねって待って、え、私あの一人でお使いしたことあるよ。でもなんか姉が姉がさあのなんかあの初めてのお使いはあのもう幼稚園とかだったのに、なんかわかんないけど私だけあの初めてのお使い小学校3年生で初めてのお使いをしました。そのくらい外に出てないからで、その初めてのお使いの内容が覚えてて、なんかご飯のものとあとジュース買ってきていいよって言われて、なんか余分にさお金をかあのもらったんですね。なんかジュース買ってきてもういいよって言われて、だからあの 1.5 リットル、え、2リットル 何リットルなのかな、あのこれは何リットルだ、こういうさファンタとかって何リットル、これ 1.5 リットルぐらい、これこういうさこういうあのペットボトルあるじゃないですか、これをあの4本ぐらい買ってあの小学校3年生で一人で運んでって袋を破れましたね。めっちゃあの大変なお使いをしたことはありますね。ね、あの何本買っていいとか言われてないから4本買ってきたんですよ。コーラをファンタとかあの三ツ矢サイダーとかなんか全部あのねいろんなの買ったらあの袋破れてもう大変なことになったね。欲張りはるちゃんだなって思うじゃん。え、家族のためにジュースを買ってきてあげたはるちゃんなんですよ。全部はるちゃんが飲むわけじゃないね、優しいはるちゃん、優しいはるちゃんって言って、家族が好き、あの家族が好きな飲み物を私買ったんですよ。優しいはるちゃんだよ。そろそろ準備してはるかの故郷へ向かうねって、え、ありがとう。私もちょっとじゃあ私も準備して向かおうかしら。冗談です。可愛い子発見ありがとう。初めてのお使いね、そう体に悪そうって一人で飲むわけじゃないから大丈夫でした。うん、ね、家族の好きな飲み物を全然把握してなかったけどこれが好きなんじゃないかなって思ってまあ買ってあげました。あ、でもこれ私のお金じゃないんですけど、あの一人であの買いに行った、優しいはるかが好きだぞって、ありがとう、ね、優しいなって、優しいって、ね、ありがとうございます、ね、優しいって言われて嬉しいですね。ね、家族思いの優しいお嬢ちゃん、あ、お嬢さんが好きですって、あ、じゃあ私か、ね、ママちゃんはコーラ好きじゃないですね。ママちゃんは全然炭酸とか好きじゃないけど、ママ以外の家族は
ね、ママ以外の家族はみんな炭酸好きだと、その時は炭酸好きだったんですよ。こんばんは。はるちゃん野菜は好きじゃない。野菜ジュース、あ、野菜ジュースなら好きだよ。野菜は好きじゃない。それではおやすみって、千葉に着いたらメールするねって。 ありがとう、待ってます。おやすみ。まーちゃんの好きな炭酸はビールですね。確かに。でもさすがにまだ今の私でもビールは買えないので、ちょっとママちゃんの好きなジュース的なやつは今まで買ったことないですね。で、小3でさ、ママのためにビール買ってくるねって言ってたらもう本当にやばい、やばい女の子になっちゃう。こんばんは。炭酸は嫌いだけどビールは好き、ママちゃん。俺も優しいって弟を思って野菜ってごじったって。そういうことな。優しいって送ろうとしたの。今野菜ってなんで、なんだ野菜ってって思った。むざびってありがとう。ねえ、私あれです、野菜、ピーマンとかは嫌いだけどチョレギサラダめっちゃ好きで、さチョレギサラダとごまドレッシングがめっちゃ好きで、サラダはちゃんと食べてる、毎日のように。でもピーマンとかは食べれない。でもね、最近のサラダってパプリカとか入ってるからさめっちゃ嫌い。もうでも食べてる、頑張って、ごまドレッシングで。可愛い子拝見ありがとう。こんばんは。色が薄い野菜しか食べれないって。同じくですね。チョレギとごまドレとか俺と趣味が合うのって。なんで趣味合いますか。見たい取りまくって美白チュンになる未来って、ね、でも信じられない。ビタミン取ったら本当に美白になれるんですか ね。そしたらもう毎日のようにビタミンを取れますね。パプリカ鼻をつまめば食べれるって、いや、わかる。それ鼻つまめば何でもいける気がする。あ、わさびは無理。肉詰めピーマンうまいじゃんって。あ、美味しいですよね。私ピーマンの肉詰めはまずピーマンを取ってお肉からいただくんですけど、めちゃめちゃ美味しいですよね。でピーマンは姉にあげます。余ったピーマンは姉にあげて一石二鳥。うん、姉は喜ぶ。うん、俺と全く一緒で笑ったって。そこも一緒だったかね。ちょっとポトリリちゃんとサマドしてたら聞き取れなくなったから閉じたって。え、ポトリリちゃんやってるの？知らなかった。やってるんだ。チンジャオロースも肉だけ食べるとかって。いや、チンジャオロースは頑張って食べますね全部。あ、本当だ、ポトリリちゃんやってるやん。うちと、あ、うちの娘と一緒だった。あら、どこのお宅も一緒なんですね。中身はハンバーグみたいなもんだから食べちゃって。ね、わかる。ね、でもちょっとピーマンの味するよね。わかる。ね、ただの肉になりますね。ね。
売れピーマンです。どこのオタクかと思ったって、いや違う、そのオタクじゃない、違います。ね、漢字の方のオタクです。オタク訪問のオタク、いや難しいな。触れてた部分が少し嫌だよねって、わかります。ピーマンの肉詰めの中身だけ食べたいって、いやそれ私もそうなんで、外見食べてください。私が中身を食べますね。すみませんが、中身だけ私が食べるので、みんな外身を食べてほしい。ピーマンって植木鉢で育てられるし、種代以上に収穫できてコスパもいいぞって、あ知ってるんだよね。なんかピーマンを育てたことありますね。なんか家でじゃないけど学校でなんかピーマンを育てたことあって、ね、それで、ね、習ったんですよね。ピーマンって確かに育てやすいよね。やだね、ピーマンに詰めるのをやめるか。わかった、じゃあそうしよう。ピーマンに詰めるのをやめて、もうピーマンじゃなくて普通の肉詰め、肉詰めというかもう肉にしちゃうか。じゃあパーマンの肉詰めってちょっとあれですよ ね。パーマンってあのパーマンでしょ絶対。ね、で小学校の時に育てたピーマン生で食べたのって、生で、え、かわいい顔文字だな。え、顔文字かわいいけどさ、いや生ではさすがに本当に無理、やばいね。私もさ小学校の時にさ育てたさピーマンで、ね、食べますかって言われたんですけど断りましたね。いや絶対食べないですって断った。農業部でピーマン育てなくてよかったって、確かに。でも育てることは私できますね、食べることはできないけど。あ、ゴーヤーなら育てたことあるって、私もゴーヤー育てましたね。ゴーヤー育てたけど結局そのゴーヤーどうなったのか分かんない。そこまで言うなら中身はるちゃんが食べなって、残りは俺食べるからって、え、ありがとう、嬉しい。ナスとピーマンの栽培を失敗した人知らないくらい簡単って、あそうなの、あ断りましたね私、ちょっと本当にピーマンは無理ですって。ブザビートありがとうございます。愛を込めたピーマンを食べてしまうのがかわいそうなんだよなって、あそうなんだよね。自分の愛情を込めて育てたピーマンを食べてしまうっていうのが本当にピーマンがかわいそうで、自分にはできなかったです。なので他の子にあげましたねピーマンは。私は食べれなかった。お芋の玉みたいにピーマン育てたらメンバーが食べに行かないとって、でもお芋だもんめっちゃ美味しかったです。私3回ぐらい食べに行きましたね、2、3回行った、今度は一緒に食べようってね。育てたら食べますね、育てたらですけどね、食べてやるのも愛情で、あ愛だぞって、確かにね。ブザビートありがとうございますね、はるかだもんってね、お芋だもんじゃなくなっちゃって、はるかだもん、甘さとしょっぱさかな、これ絶妙だったよなあれって、え合ってたんかい、すごいね、絶妙だったよね、めっちゃなんか、え、これ本当に
合うのかなって思ってたんですけど、組み合わせ的にえって何これって思ったけど、食べたら本当にもう世界が変わります。もうまた食べたい。お芋だもん、お芋だもん食べたい。お芋だもんは結局一回しか食べたことないやって。あ、そうなの。でも一回食べれたならいいですね。めっちゃなんか食べないで後悔するより食べて後悔の方がいいかなって思って覚悟を決めて買ったんですけど、本当にハマりすぎてしまいましてね。そう、本当にハマりすぎてめっちゃ買っちゃいましたね。で買う時不安でしかなかったって分かるね。分かります。俺が育てるって。育ててくれるの、ありがとう。はるちゃんは世界が変わる食べ物たくさんありそうってそんなことないかもしれないけど、そんなことあるかもしれない。オタクとしての義務感があってすごい、さすがですね、尊敬レベル。いや、そんな覚悟がいる食べ物なのかって、いや、そんなことはないんですよ。別にそんなことはないんですけど、組み合わせ的に合うのかなってなんか不思議だったので、どうなんだろうって思ってたんですけど、すごい美味しかったですね。はるかさんのおにぎりもめちゃくちゃ美味しかったよって。え、ありがとうございます。それは嬉しい南川ですね。これからもね、売られたら一緒に食べていきましょう。お芋だもんハマったよね。わかります、私もハマりました。結構お腹もね、たまりましたね。いっぱいになりました。めっちゃ美味しかったですあれは。デザートじゃない、普通にご飯でもいけます。お芋だもんやばい、なんか早いですね。もう25分になってしまいました。終わりの時間になりましたね。今日は、今日もありがとうございます。あっという間すぎた。4月19日に劇場行くから、その日にハルチューのおにぎり販売しないかなって。レイニア生誕祭って、あねえ、どうだろうかね。ぜひ販売してほしい。なんてこった、パンナコッタブザビートありがとうございます。カラオケなら電話の鳴る時間ね、え、カラオケの電話ってさ5分前だったっけ、10分前じゃない。私10分前だと思ってた。5分前ですだっけ。え、覚えてないわ。カラオケ、え、10分前5分前どっちだろう。イエーイ、終わっちゃうの、本当に終わっちゃうの寂しいよってね。終わっちゃうの、店によるワイの行くところ10分前だけど、あれはやめてほしいって。私も10分前かと思ってた。うんね、10分前なんか心臓に悪いというか、もう本当にプルルルルルの声が、音がもう心臓破れると思ったね。待ち構えちゃうよね、わかる。で、それでは今日はもう明日のために、早寝早起きをするためにもう終わりますね。で、音がねすごいプルルルルってすごいからね。
ではランキングをいきます。ね、あ、電話の着信音をアラーム音にすればいいのかな。確かに。うさびとありがとうございます。嬉しいね。アラーム音にね、電話の着信音ね、私一時期したことあるんですよ。でも起きれないです。起きれなかったですね。おやすみのみかわって、あ、おやすみの、あ、おやすみのみかわです。はるちゃんこんばんはって、なんかこんばんは来てくださってありがとうございます。でも今日は終わりの時間ですね。ちょっとみんなの配信遊びに行こうね、みんなで。行くかわかんないけど、はるちゃんは行けたら行く。メール忘れないように、確かにね、気をつけないと。メールも書きます。もう終わってしまいますね。もう1時間半やったので、ちょっと今日は終わります。明日も長くできればいいな。それではランキングいきます。13位からいきます。13位、ヒロンヌマチュン、ありがとうございます。12位、ケイタチュン、ありがとうございます。11位、ギバチュン、ありがとうございます。10位、みなみかわゴーちゃんのマチュン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 、ありがとうございます。9位、リュウちゃんズチュン、ありがとうございます。8位、サカイノマシイチチュン、ありがとうございます。7位、チーボーチュン、ありがとうございます。6位、サリョチュン、ありがとうございます。5位、ナオくんチュン、ありがとうございます。4位、ビールバルチュン、ありがとうございます。3位、ケンジチュン、ありがとうございます。2位、ユキチュン、ありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルル、トムチュンです。ありがとうございます。こんばんは、みんな来てくださってありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。チュンって、オタクの行けたら行くは絶対行くって、ね、確かに。早起き頑張ります。でも早起きって言ってもさ、10時ぐらいだと思うんだよね、起きる時間。早起きなのかなこれって。また明日ね、楽しかった、本当に楽しかった。配信ありがとうって、ありがとう、こちらこそです。また明日ね、お疲れ様です。またね、おやすみなさい。皆さんいい夢見てね。今日も美しかったですって、ありがとう。またね、おやすみなさい。バイバイ、またね、バイバイチュン。